お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。こんにちは、ハラペコツインズ姉のココと妹のアコです。よろしくお願いします。ということで、前回に引き続きアコちゃんとココちゃんとピザを食べております。どうぞ。撮ってください。はい、お誕生日おめでとう。30歳の記念すべきハッピーバースデーということで、サプライズピザパーティー開催しておるんですが、前半でもう15枚食べました。で、後半はね、ちょっと質問コーナーをここに。かわいい、めっちゃかわいい。ね、私いつもこんな感じやん。私ね、あれなんよ、今日来てくれ、トミーが来てくれとるんだけど、いつも編集してくれとるね。トミーがね、フリー素材って言って、扱いがこれないよね、常に。いろんな質問をしながらピザを楽しく食べていく後半戦をしたいと思います。はい、まあでもピザパーティーだからピザをかじってから始めよう。はい、じゃじゃん、私はタラモ。おちょ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 、私はゴマシャブデラックス。ピザのね、感想は前半の動画でいろいろ喋ってるので、ぜひそっちもご覧ください。ということで、2度目のせーの、いただきまーす。思い出のごましゃぶ食べたかった、これ。うん、うわ、おいしい。豚肉とごましゃぶのドレッシングの相性の良さ。ごましゃぶデラックスも思い出の味。うん、あと1枚何に頼むって迷う時に、結構ごましゃぶデラックス行く時が多かったです。ないよね、他にこの感じのやつ。よし、取りました。すごい、じゃじゃん。卵、そう、卵なの。はい、お、質問その1、好きな人のタイプは似ていますか？同じ人を好きになったことはありますか？同じ人を好きになったことはあります。小学生の頃3回連続。ええー、ちょっと君の方が好みも似てて、私の方が好き。いや、私の方が好き。でも今の好きなタイプは、一緒にいて疲れない人、うん、笑いのツボが一緒な人、なんか無言でも気使わなくていい人、なんか喋らなきゃ喋らなきゃとかじゃなくて、気まずくない人がいいな。一番大事それ。でも全然好きな人はできないです。そうなんです。2人でいつも一緒におるからってこと？本当そうだと思います。もう多分1人だったら寂しくて誰かに多分連絡とかすると思う。本当、2人でいるので寂しいって思ったことがなくて、その分だからもう誰とも関わらないみたいな。本当多いですよね。2人って一卵性双生児なの？あ、やっぱそうなんじゃ。だからもうきっと恋愛に興味がないんだろうなって思ったもの。周りの友達がすごいなんかもう最近結婚とか子供のらしいで、その時すごい改めて年を感じました。わかる。28、29、30、31、23ぐらいがびっくりするから、みんな結婚するし出産をするじゃん。なんか私何してる。よ、ちょっと次の質問に行こう。かわいい。お、これもちょっとシンクロを試したい系ですね。この世の最後に食べたいものは、ちょっとせーのでお願いします。せーの、お母さんの卵焼き。かわいい。本当にこれそうで、もう、うん、本当になんか美味しすぎて、これだけは絶対に本当に死ぬ前に食べたいなって思う。作り方習って自分らが作ってもそうはならんの？ならないです。似た味にはなるんですけど、やっぱお母さんの味にはならなくて、この味の違いは愛情だって自分たちで言ってるんですけど、でも本当死ぬ前はお母さんの卵焼きが食べたい。ずっと2人で言ってます、いつも。お母さんのご飯って美味しいよね、なんか知らんけど。なんか、もしやさん何食べたいですか？あ、確かに。死ぬ前、めっちゃ美味しい白米。あー、美味しい水と美味しい米で炊いた、ピッカピカの白米、が最後の晩餐に食べたい。もう味なくていいや、みたいな。米だけで食べれるのもすごいなって思います。本当？うん。お米だけでも多分5合ぐらいは全然食べる。私たちもなんかのロケか何かで、相手チームの芸人さんはなんか美味しいお取り寄せのこうおかずを食べるっていうので、私たちはおかずを一切食べずに白米だけどれだけ食べれるかみたいな、どっちが量食べれるのかみたいな。やっぱ食べてて
初めて壮絶に塩を欲しました。うん、私は弥生県めっちゃ好き。ご飯がちゃんと美味しい、ですよね。ご飯の出汁が出たての時に盛り付けても食べれるぐらい熱い。うわーって、そうそうそう。ロシアさん猫舌ですか。いや、私多分強いと思う、めっちゃ。ですよね。うん、絶飯で行った時の餃子あったじゃないですか。なんか 2,3 個一気にパクって食べられたの見て、そっか、そうやって食べればいいんだと思って食べたらめっちゃ熱くて、でもロシアさんこう、でも水をうまく使いながらこうパク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 食べる、戦ったらそれで感動したもん。もう食べれへんかったことが熱くて、うん、すごいと思って。スマートかなんかとカレーがもっと熱くなかった。カレーやばかった。よかったです。でも一発食って言う時に熱ってこんな熱くなくていいやっていうぐらい熱くて適温が美味しいのにと思って。うん、そう、激熱だったよね。でも普段ラーメンとか食べても食べ終わったら火傷してることに気づくんです。あんま火傷したみたいな、そういうのもあんまり、いや、ずるむけだよ本当に。なんかやっぱ大食いの大会ってさ、最中めっちゃアドレナリン出とるやん絶対。なんか口の中ズタズタなの気づかんくない？気づかないから、終わってから気づきます。鉄の味がしだつするじゃんか。なんか皮がおかしくなってる、一皮むけてるなみたいなのもありますよね。うん、あるある。なくなったよ、これ入れてあと3枚だったらなんかいけるんじゃねえかと思ってしまう、うん、なんか食べれそう、うん、君たちは食べれそうね。私はちょっといけるんじゃねえかぐらいだからね。9とかでもう無理ってなるかもしれない。確かにギリギリここで無理ってなるかもしれない。突然私なんかさ、こうじゃないよね、こうってこうなる。私たちもそうですよ。なんか一緒です。満腹になるまでがなんかちょっと遅くて3割4割8みたいな感じなんですよ。ロケも何割ですかって3割ですって言ったけど、数分後に何割ですかって言ったけど、本当8割ぐらいだけど5割ですって言って、本当8割みたいな。すごいわかる。急にターンってくるんですよね。すいません、もう終わりですみたいな。そんな気持ち。私は次はホワイトグラタン。ベーコンポテト。うわー、美味しそう。うん。うん。ちょっとマッシュポテトがすごい。すごいよね。美味しい。この枚数を重ねてのこの美味しさは素晴らしい。うん。うん、うまっ。うん、うん。よし、次。お、ちょっとまた変わった質問ですね。3問目。高校生の時はお小遣いっていくらだった？なかったよね。お小遣い制じゃなくて、遊びに行く時にお金をもらう制度でした。あ、へぇ。でも土日はもうほぼ家で休んでました。休養日が少なかったので、陸上でずっと。練習があるのと、うん、土日に大会と記録会があるので、うん、なんか休む日はもう家で休むみたいな感じで、なんか高校の時はもうプリクラとか全然撮らなかったですし、遊びにも全然行ってなかったです。あ、そうなんや。うん、もう本当に陸上しかしなかったです、うん、服買ってないし、ずっとジャージで過ごして。何使っとったんやろ、高校の時。あ、ジャニーズの雑誌買う時にお母さんにお金もらってました。食べ物とか買い食いとかはしなかったの、高校生の時。購買でパンめっちゃ買っとったな。うん、高校の時からお小遣い制です。ね、アルバイト始めたらお小遣い制は多分なくなってて、なんていうの、高校生の時は私とっても思春期だったから、外でご飯食べるのが恥ずかしくて、なんかスカートギュンギュンに詰めて入んないようにしてた。でお弁当とかもめっちゃこんなのとか持ってたから、女子みたいな弁当を、小食なふりをしてたよね。次行こうと。誰この質問入れたの。正直私のことどう思ってますか。大好きです、大好きです。ありがとう、ね、言わせたみたいに。パワハラって言わないです。尊敬もめっちゃ強いです。大食いの面でも、 YouTuber さんとしての面でも、うん、優しさの塊だなって思う、うん、優しい。ありがとうございます。出てきた時からあこちゃんかこちゃんは本当になんかずっと可愛いままって感じ。サイン帳を持ってサインくださいって言って、うん、今でも言ってた。東京に行ったらもしかしたら大食いの人に出会えるかもしれないと思ってサイン帳を持ち歩いてて、帰っても自慢しました、お母さんとか、うん、家族も大食いしてて人生何が起こるか分からない。私たちの YouTube ドリーム、うん、のその辺にいるからね。私ピザ待ってる間に質問しちゃおう。じゃーん。お、大学ってどこ？改めて。日本体育大学です。体育学部、体育学科。陸上ってこと？はい、そうです。スポーツ推薦で行きました。アコがインターハイ3番に入っ
すごっ。あの2人で行くのが条件っていうので、私怪我して高校3年生の時何も結果残せなくて、アコがインターハイ3位取ってくれて、じゃあセットでみたいな感じで入りました。だからアコのお金。 そんなことない。インターハイ3位って全国3位ってこと？はい。すごっ。いやすごいね本当に。競技は？私は走り幅跳びと棒高跳びで、私は7種競技をしてて。7種って何？ハードルとか、はいはいはい、幅跳びとか高跳びとか砲丸とか襟投げとか7種目あって、あ、それを2日間かけてやるやつなんですけど、棒高跳びをするために高校に入ったんですけど、私はなんかもうお前センスないなみたいな感じで言われて、キャッチボールして遊んでたら加護と一緒に地肩が強いなって話になって、やり投げとかできるんじゃないかってなって、で高校から転校して7種競技しました。7種競技ってなかなかないもんね。なんか中学校とか聞かないかも。もともとは本当体育教師になるのが夢だったんで。あ、はい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 。2人とも体育教師の免許持ってるの？保健体育の。え、すごい。保健の先生もできるってこと？はい。え、すごい。なんかやっとったのは知っとったけど、そこまでがっつりはちゃんと知らんかった。私と、私が2人と一緒になんかジャンプして、ジャンプ力を比べてみましょうって。結構違いました。結構違う。ロシアさん、高専めっちゃ頭やばくないですか？全然全然。私が入った高専は、あの日本でも有数の入りやすい。プログラミングとかそういうの？そうだね、私情報工学科だったから、プログラミングとか、たら数学の授業が多い学校だった。マルゲリータ。スーパーチーズ。バジルの香りすごい。うん、バジル美味しい。美味しい。次、いきます。お、いいね。大食いで困ったエピソードを教えてください。困った。断突然の食費がかさむというわけでもこっちに出てきた時に外食をしまくったら、うん、ものすごい食費がいっちゃってはしごしちゃうんですよね。1店舗でいっぱい頼むのが恥ずかしいので1店舗でいっぱい。めっちゃ忘れてる。でなんか4店舗ぐらい回る。あ、今日初めてですみたいな感じで大盛りに入れとか言って今日1食目ですのテンションでね。食費調子乗るぞ。調子乗るとやばいですよね。調子乗ると本当に雪地2人くらいとか行きます行きます行きます。やんディズニーとかめっちゃ行くじゃん。あれもう本気出してなくても10万行きます。あれ抑えて8万とかやね、うん、いつも、うん、やっぱそうだよね。めっちゃ行きます。ロシアンさんが困ったこととかありますか？ちっちゃい分それ過ごしたって言ってたじゃないですか、うん、それはもうそのままずっと続けてたんだけど、何かをきっかけにあもうやっぱりいいかってなって、テレビで大食いがやりだすようになって、うんうんうん、ギャル曽根ちゃんっていうのがこう世の中に認知されて、うん、めっちゃ食べる女子もいいよねみたいな、世の中の空気感が変わって、でこいつめっちゃ食うやん怖とかじゃなくて、ギャル曽根みたいだねになったわけ。なんかすごいポジティブな感じだったギャル曽根ちゃんの大食いって、うん、割とそれで食べても別にいいんじゃないみたいなこう、うん、空気感ができてから、なんか割と人前でも食べるようになり、うんうん、いや本当佐藤さん食べる量がやばいから絶対大食い出た方がいいよって言われて、で出たみたいな。学生の時 の, その同級生に、ああそう、うーん、俺が見出したって言ってる、ずっと発掘したんだ、俺が発掘したみたいなことずっと言ってる。確かにその一言がなかったら絶対応募してないから、人の前で食べようとか思ったことなかったし、すごいお腹いっぱいになってきた私これがこれが、うん、もう多分また夜はお腹すくと思うから持って帰っていただいてウェイペダーを、なんかもうずっとピザのちっちゃい粒が顔についてる気がするんだよねいます。大食いで仲いい子はいますか？これ本当でもおらんよね、あの、うん、リアルに本当に連絡本当に取るのロシアンさんとか本当マックスさん、マックスさん、あ、逆に多分すごい疑問だけど、皆さんって結構連絡取り合うものなんですかね。私本当に人と接触しないので、 LINE の通知が鳴るのはマネージャーさんだけです。本当に全部基本オフにしてます。オフにしてプライベートで遊んだりとか、あのみんなのを見てると羨ましいなって思うけど連絡できない。あずちゃんとかちなりとかね、遊んでたら、うん、分かる分かる、仲いいよね。羨ましいなって思うけど行動力がない。コロナが落ち着いたらじゃあぜひうちに遊びに来て。よし、あと2問。お、大食い番組の収録前日って何食べてますか？私は何も食べないです、うん、前日から。食べるとごめんなさい、すぐうちにロケット鉛筆みたいに出るじゃないですかなので空にしておいて食べても便意が来ないように
メインが来ると、なんか気持ち的に焦っちゃうので、やっぱお腹痛いって。なるほど、なるほど。そうならないように、押し出されるものが何もないようにします。二人ともそうってこと、うん、あ、そうなんだ。私たちにメインが来るので、お腹痛いになって、やばいって なっちゃうので。確かに。気にしすぎてお腹痛くなる。お腹にガスが溜まることがよくあって、うんうんうん、大会の前に。前日何食べたとかあんま関係ないんだけど、それは。うんうん、お腹痛は良くなってたなと思った。変な緊張で、だからガスピタンをずっと持ってた、あのお腹のガス潰すやつ。直前とかはなんか本当に緊張します。なんかスタッフさんこう待ってて、せーので置かれる時のあの瞬間があって、なんかこの前の大会最後だからと思ったのか、うん、なんか全部がこうなんか懐かしいなと思って、こうせーのっていうやつもだし、なんか22分半になったら絶対一回ドン引きするじゃん、全体で取るために。そう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 、わーって思い出しながら最後の試合をやってたの思い出した。そういえばすごい気象な会話、あれ全部激アツだから懐かった。あれ鉄板置くのがめっちゃ難しそうだなと思って、交互に置かれてたじゃないですか。そう、斜めになるからこうやって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 置かないと。まあでもスタッフさんがね直してはくれるんだけど、ペッて置いてもこうはいっつって。そうか、何も食べないのか大会前日。何か食べられますか、フルーツとかそういう軽い。何にも食べなさすぎると胃が動かんくなるから、もう前日だろうが関係ないの。とにかく目の前に出されたら食べるっていう感じ だったから、なんかその時食べれるものを全力で食べるっていうスタンスで生きてたかもしれない。昔の方でも食材エグかったですね、キュウリとか。そう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 、私の一個前ぐらいまでがそういう素材がボンって出てくるのがあって、なんかまた復活したよね、レタスとか人参とか。人参とか、人参やばいなと思った。私人参って生で食べれへんやん、大量には無理よね。でレンジとかミキサーとか、うん、食べることに集中したいのに、それ以外のことを出されると戦えなくなる。マックスさんもそういうの苦手って言ってる。なんかエビでさ、なんか皮剥いて食べるとかある時に、その剥く作業が大変すぎて全然食べれやんかったみたいな。慣れてないと剥き方がわからんから効率が悪いみたいな、うんうんうん、バナナとかもすごかったもんな。確かにバナナとかあった、うん、あったね。バナナ食べてたの、百何本とか食べてたね、モンキーバナナ。最後の質問です。本当に一緒に暮らしてますか。だって暮らしております、はい、生まれてから30年間ずっと一緒に暮らしてます。あ、そうなん、うん、大学行った時も入寮 でそうか、部屋は2年間別やったけど、まあ、実質同じ屋根の下よね。で、2年間で出て2年間2人暮らしして、うん、で社会人になっても2人暮らしして、うん、で実家に戻っても YouTube でこっち来た時も2人暮らしてるみたいな。ほんとずっと一緒です。ずっと一緒に人生を歩んどるってこと、うん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 、そんだけさ一緒におってさ、めちゃくちゃ喧嘩した時とかどうするの。めったにないよね、本当にない。応援歌って応援歌本当になくて、なんかちっちゃい喧嘩をめちゃくちゃするんですけど、うん、本当にしょうもない喧嘩というか、洗濯物干す干さないとか、なんかすっごい干したがるんです、なんかやたら。いいじゃん、なんか自分の領域だみたいな、なんかその縄張りがあるみたいな。私の中で洗濯物の干し方があって、でも違う干し方をされると嫌だみたいな感じで言われてきて、でも私は別に楽しさせてあげたいかなと思って、干すとなんか急に切れてきて、うん、はぁみたいな、いや干したったやんみたいな、いやでも干してって断念ないやんって言われて喧嘩したりして、うん、かわいい。あとなんかでも掃除機をかけるのは過去担当で、髪の毛なんて人間絶対落ちるじゃないですか、うん、で掃除機かけるじゃないですか、まさか髪の毛落ちたのみたいな言うんです。いや当たり前やみたいな言って、なんか前は黒髪やったらどっちがどっちの髪とか分かるかって、今赤と青でもう完全に分かるので、ね、そうよね、うわーみたいな、おしゃれパソコン撮るとか言って、なんかすごい、そうめっちゃ似とるようになった、最近似てるねって言われるようになりました。なんか全く同じ髪型と髪色にしたらそっくりなんじゃないって言う。いやしてよ。いやいやでもそうだったやんだよね、どちらかというと確かに出たての時どっちが出たやんだよだったやんっていう、出たての時そうやったな、うん、確かに待っててくれてありがとう、はい、これで最後にしたいと思います。いただきます。うん、美味しい。お腹いっぱい。うん、うん、8枚食べました。上出来なのでは。普通のデリバリーの M サイズだったら私ほんと10枚食べれるんだわ、うん、でも分厚くて無理。これほんとにボリュームあるから、うん、学生さんとかめちゃくちゃほんとおすすめしたいですね。量が最高。
味も最高。食べた。うわ幸せ。はい、ということで24枚食べました。みんなでごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったね。めっちゃ美味しかったです。いやもうなんかサプライズでパーティーしていただくの人生初だったんで、おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いしま す。ということで、では味覚酒を取ってください。オープン。じゃん、ケーキだよ。わあすごい。わあ、ありがとうございます。ということで、スーと、せーの、おめでとう。30歳初ケーキです。久しぶりにお酒をした。めっちゃテンション上がる。ようこそ30代へ。素敵な30代にしてください。おめでとうございます。ありがとうございます。素敵な30代が送れそうですね。よかった。本当に素敵な思い出になりました。ありがとうございます。よかった。ぜひまた遊びに来てください。どうぞお召し上がりください。いただきます。食べー。おいしそう。おいしい。おいしい。幸せな味がする。あ、なんでもないのに、うん、あ私の分までありがとう。はい、あ、お疲れ様。ありがとう。そんな、ありがとう。うん、嬉しい。わ、お疲れ様。お疲れ様。なんか泣いちゃうわ。もうさ、お疲れ様割と泣いちゃうんだよ。いや、もう本当にお疲れ様のおかげで。ね、もう大食いの道がいっぱい開けて、うん、びっくりした。長い歴史も作られて、うん、美味しくさ、たくさん食べるっていう笑顔でね、しかもでも本当いろんな人が幸せになってると思うから、うん、お疲れ様でした。こちらこそありがとうございます。なんか突然にびっくりしちゃった。ありがとう。私まで便乗してでもケーキが食べたかったのでありがとう。ケーキ屋さん何って思って帰った。誰やねんって思いながら。うん、おいしい。クリームがめっちゃおいしい。10年間って本当にすごいなって思いますもん。ありがとう。本当にすごい。でも楽しかったよ本当に。新しい子たちにね、でももっと活躍してほしいなと思ってて、競技出たいっていう子たちが楽しくできるといいなみたいなね。今日ピザ10種類食べてみて、どれが好きだった？やっぱりごましゃぶデラックス。タラも、うん、タラもめっちゃ美味しかった。でもごましゃぶデラックスの感動がやっぱり大きかった。美味しいよね、どっちも。ホワイトグラタンめっちゃ好き。美味しかったです。はい、ということで今日はお誕生日おめでとうのハラペコスイズちゃんがゲストでした。改めておめでとうございます。これからもよろしくお願いします。またこの遊びに行けないのが明けたらホームパーティーしようぜ。遊びに来てね。ツーウェイピザさんのピザを3人で24枚完食しました。美味しかっ た。残りのピザはまたお持ち帰りいただいて、はい。ツインズちゃんのチャンネルは概要欄に貼ってあるので、ぜひそちらも遊びに行ってください。可愛い2人の動画がいっぱいありますので見て癒されてください。こんな素敵なチャンネルにお邪魔させていただいて、そして祝っていただいて、大好きな方とこの素敵な空間と支えてくださるスタッフの皆様と美味しいピザが食べられてとっても幸せです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。楽しかったです。よかったです。また遊びに来てください。はい、お願いします。じゃあ最後に一緒に挨拶して終わりたいと思います。それではお腹が空いたらモンスター。今回もここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。